令和2年受験する方が絶対にやっておくべきこと皆さんこんにちはレックス入院講師の根本ですえここでは令和2年受験生に絶対に伝えたいこと絶対にやってほしいことを説明していきます具体的に言うと次の通りです模試を受けるというのは受験生であれば行うと思いますですがこちはこの模試の必要性非常に高いです でしかもそれは何回も受けた方がいい複数回受けた方がいい例年以上に必要性が高いと思っています理由を説明しますまず本試験まで3か月間の延長の期間がありました3か月空いているんです実力に変化が起きていると思うんです上がるるもあ,ってあるし 下がるもあるでしょうただこれこの延長期間当連とかがなかったと思うんですそのため自分の実力上がってるか下がってるか分かってない分かんない状況になってるんですですから今年は 例年以上に、今の現状の把握、しっかりやる必要があるんですよ。その現状が把握できるのは、やはり、模試です。なので、今年はぜひ、模試を、できるだけ多く、受けてください。はい。その上で、模試どんな模試がいいのか、 えー、正確な成績判断をするためには、どんな要素が必要なのか。模試を選ぶ基準と思ってください。四つほどあります。一つ目。新作問題。これで作られていることです。えー、過去にあった問題、それと全く同じ問題ってものにしてしまうと、解いたことがある人、ない人で差が出てしまいます。 本試験の問題は誰もがやっておりません。過去の問題、それを学まる同じ問題になっているかどうか。次は、2。全国同一日程で行われているか。例えば、もう通信は発送しちゃってる。通学は別に日程でやりますよと。とすると、通信の方は発送されてるので、もう受けてしまっている。通学は後々になって実施する。 すると、受けるタイミングが違う。極論、5月に受けている人と、8月に受けている人が同じ成績処理されてしまう。これは、正確な成績判断にはなりません。3、数回回数がこなせること。模試を受けるというのは、現状を把握し、あ、俺、ここは足りないんだ。じゃあ、よし、じゃあ、ここはしっかりやっていこうと言って、 それを見ながら成績を伸ばしていこうという作業のために受けます。一回しかないと自分の現状が上がっても勉強してそれが反映されたか成績が上がったかが分かりません。そして最後、四多くの受験生が受けること公開模試といっても200300人規模これでは成績なんて分かりません。 多くの人数が受けていること、これも必要になります。では、レックの公開模試はどうなのかと。というと、まず一つ目。レックのスーパー公開模試は、もちろん全部新作です。今年の受験に対して、受験生に対して一度も出してない。そういった5箇が並んでいます。5箇全く同じというものはありません。次。 全国同一日程もちろん通信通学全部同一日程ですですから同じ時期で全国規模で判定が出せます3全3回まだ実施があります全3回で自分の成績を見ながら今後の学習が決められますそしてちょっと付け加えです このスーパーパ公開模試というのはもともと可能性が高いもの3回です。つまりもともと予定している3回にプラスして今回2回3回やりますよとってなった場合もともと予想しているっていうのが出題可能性が高いプラス3回やるっていうことはこの3回はそんなに可能性が高くないものですやっぱり近づけば近づくほど可能性が高いものをやりたいと思うはずなんです レックではもともとスーパー公開模試を予定してましたが、これが今回の試験の延期に伴って発送、実施を停止しました。可能性が高いものは停止をし、実施が決まってから改めてリリースすることにしました。これから出すものはレックが総力を上げて、今年出る可能性は高いもの、それだけを揺りすぐっています。 そして、多くの受験生が参加するということ。こちらですが、2019年のデータでいうと、延べ人数が5500、約5500です。本試験の受験者数が1万3000、約1万4000と考えれば、まあ、3人に1人以上は受けているという模試になっています。 ぜひ今年の本試験までにこのスーパー公開模試を受けて現状を把握し、それに基づいて成績を上げていきましょう。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。